皆さん、こんにちは。ピチです。今回は手帳の中身をご紹介しようと思います。少し前までは、このアシュフォードさんのキュリオのミニ6と、こちらのココアブラウンの手帳、こちらもミニ6です。普段使いとして使用していたんですが、ここに挟んでいたリフィルをこっちに入れ替えまして、 ほほぼほぼ一元化みたいなな状態となっております、まあそれでも今でも分割はしてるんですけれどもまあ、これが保管手帳となりました。で新しい持ち歩き手帳がこちらの M5 サイズの手帳になりました。ということで今回はこの2冊の手帳の中をパラパラ。 ご紹介しようと思いますご興味ある方は是非最後までご視聴してくださると嬉しいです。よろししくお願いしますでは早速この M5 からご紹介しようと思います。もうベルトがギリギリなんですけどはいこんな感じです断面は。でこちらの手帳は ダヴィンチさんとジャーナルスタイルさんのコラボ作品ですかね商品ですかねはいあのオンラインショップで購入することができますので、えー、長澤ジャーナルスタイルさんのオンラインページを是非チェックしてみてくださいで中身はこちらにですねちょっとマちのついた ポッケがあるんですけど、ここには家の鍵を入れています。なので、この厚みになってるんですよね。リフィル自体はそんなに入っていません。はい。ほぼほぼ鍵が、あの、ちょっとね、厚さを出しているっていう感じなんですけれども、はい、こんな感じです。で、今、あの、欠品中なのかなあの、売り切れだったので購入できてないんですけど、 いずれはここにアシュフォードさんのキーチェーンがついたリフィルを購入してここにあの鍵をこうつけていきたいなっていうふうに考えております。はいでえー、かわいい自分の好きなカードを入れているんですけど裏には。 よく使っているジェットストリームの返信ですねのメモをしてありますでこちら持ち歩き手帳になっているので基本的にはあのメモ帳だったり買い物だったり出先でちょっと確認したいことだったりえそんな時にあの便利な手帳ということで中身を作っておりますでえここはプロッターの トゥードゥーリストですねはいを入れていてで、えー、ここにはあの占いのちょっとしたキーワードをメモしていますでそれからカフェの情報ですねをメモしています、えー、あと郵便メモよくあの贈り物とかする時にサイズとか料金とか 郵便受けに配達されるのか対面式なのかとかよく分かんなくなっちゃうのでメモしてありますあとはまあ家具のメモだったりとかカーテンのサイズのメモですねであとはまだあるか基本的にそうですねあの ただリフィルをドンと入れているって感じなんですけど記録しているっていうことはないです。で入れてるリフィルはアシュフォードさんのドットリフ・ホーガンリフィルと、えー、こちらもアシュフォードさんですね。これはドント・フォーゲットリフィルです。でラブリーフさんの この1日1ページタイプのちょっとしたバーチカルルなんかもいいたリフィルを入れていますこちらは遠出というかあのお出かけした時にそこでしたいことをメモしたりあとは日記を書くために残しておきたい何時にお昼ご飯食べたよとかどこどこで食べたよとかっていうのを書けるようにこんなリフィルも入れています。 であとはあのここがもうメモになるんですけどか買いたい、えー、食材を書いていたりとか頼まれ事を書いていたりとかあとそうですね体調面のことを書いていたりとかまあそんなことを記入していますで、えー、あとはあとリフィルそうですね あの、メモ、可愛いメモ帳をリフィル化していたりとか、あと、カラーリフィル、こちら、アシュフォードさんですね。あの、入れています。とこちら、横書きタイプのリフィルですね。はい。で、えー、ここは、これはダイソーの、月間。 だけが入っているあの手帳なんですけどコンパクトなのでえ入れてありますはいで、えー、こちらはカードホルダーですねこちらアシュフォードさんのものです、えー、この中には診察券だったりあとはコーヒーショップのカードだったりそういったものを入れていますはいということでこれが持ち歩き手帳の中身でした M5 サイズにすることによってあのお散歩とかちょっとフラット行ってでなんかそういう時に限ってひらめいたりとかやりたいこととか急に出てきたりするのでアイディアがそういう時にささっとかける大きさなのでね、えー、ポッケとかにも入れられますしあの M5 にしてよかったんじゃないかなっていうふうに今は思っています。はい で、次です。はい、ミニ6ですね。こちらはダブルリング化しています。こちらの手帳は今までの動画でも何度かご紹介させていただいているんですが、作家さん、えー、ルート83さんのココアブラウンという手帳です。はい、もうパツパツになっています。 で結構パツパツなんですけどこの手帳自体が皮が柔らかくて軽いのでそんなにあの重さは重たいなみたいな感じには思わないです。はい、なのでがっつり冷たい方にはねいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。保養力も高い プリありますしこんな感じで使うこともできますちょっとねこのリング系があのリングのところが圧迫してしまっているのであの大丈夫かなっていう不安は拭えないんですけれどもまあ、今のところ壊れることなく、えー、使うことができていますはいでは中身を見ていこうと思います ままずは左側からいきますからきすでこの左側はどういうふうにダブルリング化してるんですかっていう質問をあのいただくことがあるんですけれどもこちらはよいしょすごくあの簡易的なものになっていまして本来だったらこのダブルリング化する手帳ってこっち側になんかこう差し込める。 はずなんですけどこれはあのダブルリングを想定してない手帳だと思うのであのこんな感じで厚紙をこうくっつけてであのここを最初はマスキングテープとかで固定してたんですけどやっぱりマスキングテープだと弱くてですねあの 取れてしまうことが多かったので、今はね。あのクリップ2つで固定しています。はいで、これはあのアシュフォードさんの差し込みですね。差し込みリフィルというかはい。あの差し込みリングかリングですね。で、これをこのポッケに入れているっていう感じです。はい。で、ここは付箋置きになっていてで、基本的にもう付箋置きっていう場所。 本当は作りたいんですけどそれ作っちゃうとなかなかあのも,うもう多分これがマックスなのでリング系的に入れられるリフィルがやっぱあの結構傘さが増してしまうのでもう空いているスペースに、えー、付箋はあの置いています。なので付箋置きっていう場所は たくさん多分パラパラしてくるといろんなところに貼ってあると思います。はい、付箋に関してはそんな感じです。で、まずはあの自分の価値観とか、自分の内面について書いているページを入れています。去年、一昨年はフランクリンプランナーを少しやっていたので、ミッションステートメントっていうね。人生の指針とかそういったものを入れていたり、あとは。 あの自分の内面磨きについて書いてみたりとかあとは価値観とかも入れています、はい、こんな感じですね。であとは自己投資について調べてみたことだったりとかよいしょあとは、えー、見た映画リストを入れていますね。で なんでこういう風になりたいのかとかっていう理由とかも書いているページもあります。よいしょはい、であと調べ物のメモですね。読み返したいなーっていうようなメモとかを入れています。あとはコーピングリストを入れています。よいしょ。はい ここら辺もちょっとね、あの調べ物ページとちょっとごちゃごちゃになってたりしてるんですけど、はい、あのこんな感じですね。あと今まで叶えてきたことを、えー、書き留めてます。ちょっと自分に自信なくしちゃった時とかにちらっと見たりとかするといいかなと思って入れています。はい。で、ここら辺までがまあ自分の内面だったり調べも についての、えー、ページですで次はですねここからは占いページになっていますはい、えー、占いでいろんな占いを見てまとめたものですねはいあとは何にお金をかけていきたいかとかっていうのも書いています欲しいものリスト 日々を豊かにしてくれる欲しいものあとはただただ自分の欲で欲しいものみたいな感じで分けて書いたりもしていますあと何か欲しいって思うこととかもなんか私の場合あったりするのでこういう時ってどういう状況なんだろう自分の心はって気になったことがあったのでそういったものをお金に関しての調べ物だったりとか。あとは このちょっとスピリチュアルになっちゃいますけど、えー、エンジェルナンバーとかあのこうゾロ目見るとラッキーっていう気持ちになれるので、はい、あのそういった意味を書いていたりとかあとは期限チェックですねあの月というよりかは年をまたぐようなものだったりとかそういったものをきあの書き残しています。はいで ここからはやりたいことリストですね一人時間でやりたいことだったり暇な時にやることリストそれから、えー、普段の日常の中で出てきた「やりたいを」をいろんなとこにメモしっぱなしにしてしまうのでえそこを集約する場所ですね。一応、あのー、家事と その他みたいな感じで分けていますであとは月末にやりたいことリスト週末にやりたいことリストっていうのも一応入れていますはい。でここからはあのダヴィンチさんのフリーウィークリーをリフィルを使いまして予定をあらかじめ書き込んでおくページとして使っていますはい だいたいざっくり、まあ、2つに2等分して左側が日常のこと右側が SNS のことについてトゥードゥを書き出していますこれはなんかこの通りにやらなくちゃいけないとかっていうページではなくって。 あのこんなことができたらいいなとかあともうあらかじめ決まってる日程をあの予定を書き出してああじゃあこれだったらこの日はまだもう,もう少し余裕があるからじゃあ,あのそうだやりたいことリストのこれとかこれとか入れてみようかなみたいな感じであの使えるように、えー、使っているページです。はいで えー、ここはですね SNS のページとなっております。まあ,あの内容としてはこういう画角がいいよとかあのそういったことが知識がね結構詰まってるページです。で、えー、ここからは家のことについてですね。あのおい子めいこちゃんたちと遊びに行く時の持ち物だったりあとは実家で飼っている えー、トイプードルの健太の,あの記録をちょっと書いてみたりあとは自分の部屋作りについて考えるページを作ってみたりこれは洗剤ですね洗剤の配合を書いてみたり、えー、年末の掃除ですねについてのなんかスケジュールですねこれは企業さんがパンフレットの裏に 書いてくれていて、ではこれいいなと思って今年やってみたいな。この通りにと思ってメモしてあります。で、えー、お正月のことですね。なんか何を買うとか、何をいつも食べてるとかっていうメモをしています。で。ここはぬか床を最近始めたので、ぬか床記録だったりぬか床の。 あの知識を少しねまとめて書いていたりしていますあと薬膳料理とかにも興味があるのでそういいった知識を入れていますでここはレシピページになるんですけど全てのレシピを入れているとかいうわけではなくあのよく作るものであのちょっとこう台所で確認したいあこの工程の月何だったっけ?」とか。 あのなった時にすぐ確認できるように、まあ、あの比較的いつも手元にあるこのミニロクにあの入れることにしました、えー、なので、まあ、あのクッキーの作り方とか食パンの作り方バゲットの作り方とかを今は入れていますでゴミの収集カレンダーのページがあってで家のこと ページは終わりですねでここからは健康とかまあ自分の持っている持病についてだったりあとはコンタクトレンズの,あの度数書いていたり体がだるい時の対処法を調べた知識だったりとかっていうのをまとめているページです。でえー、この 後ろの部分にはちょっと厚紙のこんなリフィルを入れているんですけどこちらは1月から12月分までありまして、えー、月ごとの「トゥ・ドゥ」なんかやりたいこととかねそういったことを書いていますだいたい毎年これやってるよとかそういったことを書いていますねはいこれが左側のページですで右側のページに行きます えー、右側のページはですね、まあ、月間ページがまずあります。これはノックスさんの、えーえー、見開き1ヶ月間ブロック式プラス見開きメモっていうような形の、えー、リフィルを使っています。でここは月末にあのいつも書いているものなんですけど月の えー、歳時期ページですね暮らしについて花と野菜とか,なんか食べ物について旬のものをまとめているページです。でプラス、まあ、薬膳にもちょっと興味があるのであの効能なんかも自分で調べて書いています。でここはシークレットリフィルなんですけどこちらにはバスのダイヤそれから 連絡先だったり、うーん、あとはそうですねパスワードとかあの書いていますね。で、えー、ちょっとした付箋置きがありまして、あとはここも薬膳についての知識ですね。あの読んだりとかあのしたいなと思って出先とかでも読みたいなと思って書きました。 で、えー、次が病院だったりあの映画館だったりそういったところの施設の情報ですねを書いています。でここからはあの文房具のメモですねあのリフィルの大きさ書いてみたりとかあとは まあちょっとした知識というか、本当にメモです <laughs> を書いています。リング系の大きさ書いてみたりとか、手帳のケア記録をつけてみたりですとか、インクの知識について少しあの書いてみたりですとか、あとは読んだ本の知識ですね。これはあの日記に 関しての知識だったので、この文房具っていうところのカテゴリーに入れています。あとは手帳術とかでよく出てくるワードをまとめたリフィルですね。はい、でこちらにも一応、あのミニル M5 サイズで紹介したあの同じリフィルが入っています。郵便メモですね。はい、あとは ボールペンの改心のことをメモしていたり持っているデコラッシュをちょっとこう貼ってみたりあとはインクのカラーチャートですねはいあとはジェルネイル最近できてないんですけどダイソーとかキャンドゥーとかセリアとかでコツコツ買ってたのでそういったものも色見本みたいな感じで入れています であとは読んだ本リスト、読料リストですね。こちらもね、あのー、結構好きな作家さんばかりを読む傾向にあるので、そう、なんか同じものを読まないように、えー、書いています。よいしょ。で、好きな作家さんの エッセイをコンプリートしたいので、こんな感じで作品の名前を書いてチェックをつけてみています。ここら辺もそうですね。こちらはアガサクリスティのよいしょ作品集ですねで。あと見たい作品リストだったりを書いています。で行きたいところの情報に情報も少し書いています。 でここからはお金関係が結構出てくるページですかね。表紙でちょっと付箋置きをして裏には ATM の情報を書いています。まずはじめにですねこんな感じであの簡単な家計簿みたいなのを書いています。 衣類、日用品食費で、えー、使った金額をちょこちょことメモし始めましたちょっとねここのページは続くか分かんないんですけどやってみたいなっていうふうに思っていますで次は、えー、買った食材の食材だったり物の内容ですねまあ基本的には食材を書いていこうかなと思っているんですけどはいあの まあ、だいたいここ見れば冷蔵庫の中身もうんとなく思い出せたりとかするのかなっていうふうに思ったので、はい、100均のこのリフィルウィークリーリフィルで、えー、買った食材をちょこちょことメモしております。でよいしょ次がはいここは。 お小遣いページですかね。はい、あのー、こんな感じでね。使わなかった日にアシール貼ってみたりです。とかこんな感じで使っています。これもね続けられるかちょっと心配ですが、<laughs> 把握をね。一応したいなと思ったので、あの1ヶ月間だけでもいいのでやってみたいなと思っています。で、ここは。 夕飯の食べ,食べた、えー、記録ですね朝昼晩と書けるのが理想なんですけれどもまあそこまで豆にはできる自信ないので、えー、夕飯だけとりあえず夕飯だけのメニューを書いています。で、えー、バランスチェックしてみたりとかまあそういったことに役立てようかなと思っています。で ここからはデイリーペーペジとなりま,すまあこれはちょっとしたねでさっきよくあのカフェで手帳タイムすることが好きなのでカフェに行った時にでもこうなんかちょっとねレタリングとか楽しめたらいいなと思ってカンペ的なものを入れています。よいしょ でここからがデイリーページになるんですけど今このデイリーページはしょ、えー、ここに「トゥ・ドゥ」をまず朝書き出していてでその時に見るのがこの左側のページにあった「 ここになってこのページになるんですけどあらかじめざっくり立てていたこんな一日にしたいなっていうふうに書き出したものをあのまあその日の朝体調を見つつできそうだなと思えば全部できそうだなと思えば丸写しをしてでちょっと今日はあの無理そうだな体的にしんどそうだなって思った時にはあのそこからやりたいこと 優先順位が高いものを書き出すような感じでまずこれを見ながらトゥドゥを書き出していますでこのトゥ d ドゥを見た上で、まあ、あの大体この時間からこれをやってこれをやってあれをやってっていうのを組み立てていっていますね。であとはメモしています。空いたスペースはメモです。はい あの「横浜でソメイヨシノ開花したみたいだよ」とかあのこういう言葉がちょっと日記のねひ、えー、言に付け加えれたりとかするので、はい、メモも取るようにしています、うん、こんな感じで毎日こう開くページなのでゴミ出しの、えー、表を貼ってみたりとかあと「理想のルーティーン」 を書き出してみたので、えー、すぐ目に入って意識できるようにっていう感じでこのページに貼り付けています。でこれがまあ1ヶ月分のリフィル入っていてはいこれでやっとおしまいです。<laughs> はい、このポッケには絆創膏だったりとか、まあ、自分の好きなものを詰めていますね。でここにちょっとした M5 のリフィルルととかか、えー、簡単な、ね、シールとかを入れていますはいこんな感じでじゃんふくふくっていうのかなもうパツパツふくふくってよりパツパツなんですけども <laughs> はいこんな感じで一元化。 ほぼほぼ一元化っていうような感じにしてみました。はいあのー、基本的にこれ一冊持っていけばカフェとか図書館とかにこれを持っていけば手帳時間を楽しめるっていうような一冊になっています。本当に一元化 を目指すのであればこれプラスやっぱ私の場合は雑記ページが欲しいので雑記ページをあの入れたいところではあるんですけれども、まあ、今の手持ちのシステム手帳でやるとすればこういうこれが今のベストなのかなっていう感じではい作りました。でそうですねこちらもちょっと鍵でね厚さだ出ちゃってるんですけど、えー、持ち歩き手帳として。 しばらくあの m5 で使ってみようかなっていう風に思っています。まあ、余談なんですけど、あのー、その雑記ページを入れられていない分、今これがね。あの雑記帳となっております。ナローサイズですね。はい、あのー、まあ、文冊理想は本当に一冊の手帳一元化なんですけど。 このやっぱバインダーそれぞれのバインダーが大好きなので他、まあ、殺使いでも今は楽しく使えております。はい、ということで、えー、少しでも皆さんの参考に慣れていたら嬉しいです。最後までご視聴してくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでしたババイバーイ